こんにちは、斉蔵です。今日はちょっと雑談動画なので、雑談といってもまあ報告かな、近況報告みたいになるんですけど、まあなんかね、映ってるか、近況報告になるんですけど、まあだから今回はちょっと音楽とかね、そういうのは入れない感じにします。まあ、なんか、僕ね、結構、こう見えても、本読んだりね、勉強したりするのは好きでね、好きっていうほどでもないんですけど、割と、そういうの集中できるタイプなんですよ。まあ集中できるっていうか、まあ人並みぐらいですけどね。人並みに頑張れるぐらいですけど、まあアニメも大好きなんですけど、まあそれでもね、近況報告といえば、明日はね、今日平日っていうか、今日は10月の18日かな。10月の18日の火曜日なんですけど、なんか明日と明後日ね、なんか会社の人たちがなんか旅行行くみたいなんですね、旅行。で、旅行行くみたいなんですけど、社員旅行。僕はね、正社員じゃないんで、ちょっとね、旅行行けないんですよ。まあ残念なんですけどね。旅行行けないんですけど、まあ、代わりにね、ちょっとアニメショップでも行って、アニメショップっていうか、アニメイトとか、そういうとこ行ってね、なんかアニメグッズとか買いたいと思います。まあ、他の人が旅行行ってるので、僕もなんか出かけてね、ちょっと稼いだ金を、給料、ちょっとそういうとこ使いたいと思います。で、今回はね、何を、どういう動画かっていうと、まあ、この前もね、言ったかと思うんですけど、IT パスポートっていう資格があるんですよ。で、その資格にね、見事、合格しまして、まあ、勉強したのは大体1ヶ月ぐらいですかね。まあ、これですね。これ。症状ですね、これ。林清雄っていう経済産業大臣の名前も載ってますし。これが証拠ですね。情報処理技術者試験合格証書。この名前は、ちょっとモザイクかけますけど。まあ。そうですね。これが、合格したっていう、症状の証拠なんですけど。まあね。そんなに難しくはなかったです。なんか、難しい問題って言ったら、なんか、そうだな。パソコンのなんか内部構造って言っても別にね、基本的なことばっかでしたし、まあ入門、なんか、パソコンのなんか入門試験みたいな感じですかね、本当に。なので国家資格ですけど、そんなにね、勉強すれば誰でも取れるような、こう言っては失礼なんですけど、本当にね、ちょっと勉強すれば、まあ、こんなね、こんなフィギュア買って、アニメめっちゃ見てる僕でも受かったような資格ですから、まあ、ほんとね、僕でも受かったんですから、他の人でも絶対受かると思います。頑張ればね。まあ、そうですね、近況報告としてはそんぐらいですかね。
まあ、この前もゲーム開封動画とか出しましたけど、まあゲームは最近やってないですね。なんかゲームよりもね、アニメ見たりとか本読んだりとかね、そういうので時間使っちゃってて、あんまりね、なんか家ゲームやる時間がないんですけど、まあそうですね。てかこの IT パスポート受かったんで、まあ、次はね、なんか別の資格にも挑戦したいかなって思ってます。なんか英検とかね、英検なんか2級っていうのがある。僕準2級まで持ってるんですけど、2級がねなかなかくせ者でしてね、2級がね割と難易度が上がるっていう話なんで、2級にねちょっと挑戦したいかなって。であと IT パスポート取ったんで、なんかね基本情報とか正面もね挑戦していきたいなとは思ってますね。英語もね好きで、英語も好きだしパソコンも好きなんで、まあというよりなんかね資格を取るってことが僕好きなんですよね。結構割といろんな資格に挑戦してきて、まあ、落ちたのもあるんですけど、まあ、落ちたのも数えると結構受けてきたんですけど、割とね、そういうの好きなんで、まあ、受けてみたいかなって思ってますね。なんか、暇ってのもあるんですよ。なんか、このね、アニメずっと見たり、なんかね、ゲームばっかやってるようじゃ、社会では活躍できませんから、そこそこの企業に入ったんでね、僕もね、やっぱそこそこの企業に入ったものとしては頑張ってね、その企業で活躍できる人材にならないといけないんでね、まあこういうアニメもいいんですけど、こういうのね、こういうのもいいんですけど、まあそういうのね、資格を取ってちょっと頑張ってね、社会に貢献できるようにもしていきたいと思います。まあ、こんな僕ですけどね、まあ、こんな人間でもやれるんですから、皆さんはもっと自信持ってもっと頑張ってください。まあこんなやつでもね頑張ってるんですから、他の人ならきっと頑張れるはずです。はい、じゃあ今回はねこんな感じの雑談で終わりたいと思います。じゃあね、今回はこれまでにします。さよなら。